ウィングの正しい終点。より大きく肩を回せば飛ぶというのは間違いだ。プロはそうしてるって。彼らは懸命にトレーニングしているし、柔軟性もあります。あなたが真似したら、体が許容する以上に肩を回そうとしていることになる。自分の限界を知るべきである。普通にセットアップし、クラブを左手だけで持つ。右手を、ウェイター、あるいはウェイトレスが食べ物が乗ったお盆を持つように上げる。この時、腰を回してはいけない。無理はせず、しかし、できるだけ、体の背後に右手を回す。左手で、クラブを右手に渡す。これがあなたの自然なバックスウィングのトップである。その形はタイガーやミケルスンのようには見えないかもしれないが、あなたにとって十分なパワーを秘めたトップなのです。過度な右肩の回転は左肩を引っ張りすぎて正しいプレーンから外してしまう。次のドリルは練習場でタイガーなどもやっているものだが、自然なバックスウィングというものは右肩ではなく左肩で決定されるべきものだということを証明するものだ。 1. 普通にボールにアドレスする。左手をクラブから外し、左手の甲が右肘に当たるようにする。 2. 左手が右肘から外れないようにバックスウィングし、左肘は曲げてもよい、トップまで行く。左肩の緊張を感じるように。3. もうそれ以上ターンできないとなったら、そこでストップ。それがあなたのバックスウィングの正しい終点である。実際には右肩はもっと回るのだが、それは角のターンというものであり、飛距離と正確さを失う原因がそこにある。